夕日の休日。おはようございます。おはようございますということで、ボイメンファミリーの休日を垣間見る〇〇の休日シリーズ、はい、今回は夕日さんということで、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今朝の7時半ぐらいなんですけれども、はい、今ちなみに持っていたのは何ですか？ハンドルです。ハンドルということは今日のゆうさんの休日は、車ですね。はい、しかも僕の車でございます。ジャパン峠プロジェクト、峠 T シャツを着て峠に行ってますね。今日はこの T シャツを着てるということは車で行く場所はどこですか？はい、峠を走りに行ってきます。では、乗り込みました。エンジンをかけたいと思います。よくこうスポーツカーとか好きな方はこの運転席のここにあるメーターみたいなものをこう、ね、2個3個とかってこう増設、外しますね、いいですか？すいません、ありがとうございます。このメーターをこういろんなところにこう増設する方が多いんですけど、ゆうひさんが好きなイニシャル D に関係する峠ってことなんですか？はい、イニシャル D に出てくる峠の順番でもあってますよ。なんで今回はちょっとイレギュラーです。イレギュラー。はい、本来だったら次行く場所は神奈川です。峠の中では数少ないこの一周が入ってますよ。道路が一周こうなんか螺旋状になってるんですよ。あんまりないですね、今まで行った峠の中では。すごい、すごい曲がってる。長くないですか、カーブ。長いです、確かに。回ってるんで。ゆうさん、めっちゃ笑顔じゃないですか。ここまでこう道幅がちゃんとあって気持ちよく走れるっていうところはなかなかないので、これはまた来ます。